いや驚いたのなんのって、湯まで掘り返してたら偶然出てきたんですよ。どこだ。あそこです。ありゃ見たとこ相当古いもんみたいだけど、どうします。決まってるだろう。すぐ社に電話しろよ。大至急専門家連れてくるよって言ったろ。わかりました。たくもこのくらい忙しい時に。よし、加藤君、はい、入ってるぞ。はい。で、先生、工事の再開の方はいつ頃から。まあ、当分の間はダメだろうな。何しろこれだけの遺跡だ。下調べなくてもしばらくかかるだろう。いやいや、そんな困りますよ。工期だって迫ってんだし、なんとかしてくんないと。岸川先生、来てもらえませんか。先生。うん、ちょっと、先生、なんか出たか。見てください、これを。に運ぶ手配。はい、わかりました。チリ、ひょっとするとこれは世紀の大発見かもしれんぞ。はあ。違うのよね。これじゃあミイラ男っていうよりもただの重症患者みたい。なんだよ、たかが文化祭の仮装教室だろ。そんなに来ることないって。何言ってんだよ。リアリズムよ、リアリズム。私たちのチームが優勝するにはそれしかないんだから。その通り。痛い。何想像しいな。銭形平次の八五郎じゃあるまいし。出たんだよ。出た。出たって何が。工事現場の遺跡から3000年前のミイラが出たんだって。あ、すいません。ミイラだよあれ。気をつけて、しんちゃんだから。あれがミイラ。なんだよ、全然見えないじゃんか。見えたら怖いだろ。どうかした？いや、別に。神奈川県陽光町の工事現場は今世界中の注目を集めています。宅地造成の工事中、古代遺跡が発見され、その遺跡の中から推定3000年以上前のものと思われる古代人のミイラが発見されました。ミイラか。実はさ、僕たちも今日見てきたんだ。ほら、仮装行列でミイラ男がやるだろ。登る。もうやめなさいよ、本当に。なんで。だってもうミイラだなんて、あー、気持ち悪い、気持ち悪い、やだやだやだ。まあ母さんは女だからな。こういうことに心惹かれる男のロマンがわからないんだよ。あら、何よそれ。男にはね、時として
全てを投げ打ってまでやらなくちゃならないことがあるんだ。それが男の生き様だ。あっ、お尻に針が。あれが男の生き様。全てひっくり返るかもしれない大発見。先生、まだいらしてたんですか。ああ、ついに熱が入ってな。現場の方は。とりあえず下調査は終わりました。本格的な調査は予定通り来月に入ってからということで。そうか。あの遺跡は少なく見積もっても3000年以上前のものだ。これは今までの歴史を覆す大発見になるかもしれんぞ。ええ、そうですね。どうぞね、これから一杯一つ前祝いというか。ええ、喜んで。What is this? Who's は誰のという意味の疑問詞です。Watch は腕時計ですから、誰の腕時計という意味になります。It's my uncle. Uncle's にはおじのものという意味があります。ここでは Uncle's の後に単語はないので、おじのものという意味になります。ミスター・クレイは一体何事ですか。あ、いや、あのミスター・アオキ、 Are you alright? ミスター・アオキ、化け物が。ミスター・アオキ、 Come on、 Come on。
変な夢見ちゃった。え、お姉ちゃん、同じ夢？今野さんがシュウ君と？そうなんです。最初は単なる偶然かと思ったんですけど、さっきアキラちゃんに話したらアキラちゃんも同じ夢を見たって。アキラ、確かなのか？うん、それがやけにリアルな夢でさ、なんかでっかい怪物みたいなのが私の方にグワーって。なんだって？何よ急に。なあアキラ、ひょっとしてそれって赤い目してなかったか？そうだけど、なんでケイトちゃんがそれを？僕も見たんだ、昨日授業中それで出されて。おい待てよ、何言ってんだよケイト、そんなのただの思い過ごしだって。なあノブル。いや、思い過ごしなんかじゃない、僕も同じ夢見た。まさか。僕もなんか面白いことになってきたじゃない。ガチャピン、ひょっとしてさ、それって超能力の一種かもしれないわよ。超能力？だってさ、これだけ不思議なことが起こるんだもん。もうそれしか考えられないじゃない。そうだ、いいところ教えてあげる。なんかいかにもって感じ。ガチャピンの紹介だからな。大丈夫かな。で、僕たちの見た夢は？そなた！は？俺？そなた、前世で最愛のものをなくしたな。この世に災いなすもの、そなたの愛する女はそのものにより殺されたのじゃ。結ばれぬ恋、だが案ずるでない。現世において関わりを持つ者は生まれ変わった来世においても再び出会う。そなたの愛する者もまた今世に転生してきておる。しかもその者は今もそなたのすぐそばにおるぞよ。なれば決してこのことを忘れてはならぬ。さすればそなたはその者と結ばれるであろう。よいな、夢夢、忘れてはならぬぞ。ったく、とんだ時間の無駄だったぜ。何が前世だよ。ほんと、私たちの肝心の夢の話はどうなっちゃったの？はあ、散々惜しいことしたよな。あんなの絶対信じないぞ。私たちはここで。またね。またのぶで。じゃあな。今野さんも気をつけて。バイバイ。バイバイ。ねえ、たけしたちは言ってたけど、のぼるくんはどう思う？さっきの占い。どう思うって？ほら、たけしとあきらちゃんってなんかそんな感じしない？まあね、でもたけしからはっきりした気持ち聞いてないし。そうよね、だから困るのよ。男の子だったらもっとはっきり自分の気持ち伝えればいいのに。そう思わない？え、いや、別に。
それじゃあタケシも。ああ。これで分かったろ。僕たちが言ってたことが嘘じゃないって。どうだった？どうだったって。だから夢の内容、なんか変わったことなかった？ねえタケシ。別に同じだよみんなと。ふーん。でもどうして私たち全員が同じ夢を？登る。あ、クラスさんに聞いてみよう。コギとエルゴスム。え、前世の記憶だって。はい。輪廻転生の考え方によれば、人間の魂は死後新しい肉体に宿り、再び生まれ変わると言われています。おそらく皆さんの場合、その際に忘れ去られた前世の記憶が何らかの原因により夢として蘇ったのでしょう。でもどうしてみんながみんな同じ夢を？前世で深い関係だった者同士は生まれ変わった現世においても強い因縁で結ばれると言われています。多分皆さんは生まれ変わる以前にも非常に親しい関係にあり、同じ体験をしていたのではないでしょうか。同じ体験？あの夢は過去に実際あったことだったんだ。ねえクラスター、なんで今頃私たちみんなに前世の記憶が蘇ったの？回答不能、データ不足です。俺たちの前世、生まれ変わり。前世の記憶か。それにどんな意味があるんだろう。それは私にはわからないけど、でもこの世の中に存在するものすべてに意味があるように、私たちに起こるいろんな出来事にも必ず意味はあるんじゃないの？え？だってこの世の中に生きる人ほとんどは死ぬまで幽霊だとか UFO なんて見ないわけでしょ。でも今まで私たちは数えきれないほどの不思議なことを経験してきた。これってただの偶然じゃないと思う。きっと大切な意味がある。私はそういう風に感じるの。その意味って一体？お姉ちゃん。あの男、確か夢だよ。でも、どうして夢の男が？お姉ちゃん！竜は蘇る。え？お前たちには止められない。なぜだかわからないけど、僕には今あいつの言ったことが分かったような気がしたんだ。襲われた？ミイラに？ああ、夢に出てきた黒いマントの男、あれは蘇ったミイラだったんだ。それじゃあ今までの事件はみんな間違いないわ。あのミイラがやったのよ。どうやらあの遺跡を調べてみる必要がありそうだな。行くぞ。
どう？なんかありそう？わからないよ、まだ。でもまずくないかな、勝手に入ったりして。立ち入り禁止だろ。う、ケイタビビってんの？違う、そんなんじゃないよ。壁の後ろ。なんだよこれ。同じだわ、夢で見た情景と。見て、あの竜とあの玉。夢の中で私も見た。あれは。どうかした？昨日僕たちを襲ったミイラ、確かあいつもあの玉も。なんだって。それじゃあミイラは。あの玉を狙って。夢で見た前世って。でもまさか。これが生まれ変わる前の僕たちだったんだ。ゆうべクラスタで調べて分かったんだけど、この辺りの土地には遥か昔から竜伝説の話が伝わってるんだ。今から遥か昔、この地は一匹の邪悪な竜によって支配されていた。その竜は破壊と殺戮を好み、手先であるミイラ男と一緒になって人々を襲って苦しめていたんだ。だけどある日、ついに6人の勇敢な戦士が立ち上がり、その邪悪な竜に立ち向かった。激闘に次ぐ激闘、戦士たちは仲間の一人を竜に殺されながらも戦い抜き、ついにはその竜を四つの勾玉に封印して、この地にやがて繁栄をもたらした。それじゃあミイラが狙ってたのは。ああ、竜を封印した勾玉だったんだ。悪の手先になったミイラは封印された竜を蘇らせようとしてたんだ。蘇らせるってどうやって？クラスターのデータによれば、月のない新月の夜に勾玉を一つに合わせると封印は解かれるらしい。おそらく奴は次の新月を狙ってるはずだ。ってことは新月は明日だ。宿命。え？ほら、この前私言ったでしょ、私たちが生まれ変わったのには何か意味があるのかもしれないって。ひょっとしたら私たちはその竜の復活を止めるために再びこうして巡り合ったのかもしれない。だとしたら僕たちが何とかしないと。いい加減にしろよみんな。もうやめようぜこんなこと。何言い出すのよ急に。いい加減に目を覚ませよ。いつまでも生まれ変わりだの竜の伝説だのって、俺たちもうガキじゃねえんだ。たけし、俺は絶対行かないぞ。おい、たけし。たけし。たく、何よあいつ。何一人で切り立ってんの。ボル君、どうしたんだよタキシー、急にあんなこと言い出すなんて。何かあったのか。別に。だっていつもお前なら。うるせえな、ほっといてくれ。でも時間がないんだ。このままほっといたら竜の封印は。やめろタキシー。そんなに冒険ごっこがしたきだ、登る一人でやれよ。もうこれ以上俺たちを巻き込むな。
つい。見てくれ、これを。最初に襲われた博物館はここ、次に神社はここと、ここ。マガタマは遺跡を中心にこの町のちょうど東と西と南にあった。となると残されたマガタマは一つ、北だ。でも地図で見る限りマガタマがありそうな場所なんて、北って言ったらうちの学校のあたりでしょ。あのあたりにそれらしいものなんてあったかな。学校では、前にタキシがグラウンドを掘り返して疑問の封印を解きそうになったことがあっただろう。うちの学校、昔は神社だったっていうし。そうか、っていうことは、のぼるくん。ああ、やつは必ず学校に現れるはずだ。青木、すぐに救急車を。はい。彩原あきらちゃん、しっかりしろ。ミス彩原、タケシ、アキラの怪我は大したことないって。今眠ったところ。あげて。
リオ、大丈夫か？ちょっとずつ行っちゃった。ねえ、たけし、何かあったの？え？だっておかしいよ、昨日から。ひょっとして、あの夢のせい？何があったの？俺、見ちゃったんだ。夢の中で、生まれ変わる前の前が、命を落とすところを。え？いつかの占い、あれ嘘なんかじゃなかったんだ。だから俺、お前の顔見るたび辛くなって、もう二度とあんな思いはしたくない。だって俺は。ありがとう、たけし。でも私のことなら心配しなくても大丈夫だよ。だって私には仲間がいるもん。もう二度と誰かを悲しませるようなことはしない。アキラ、ポッドショックだったんだ。私、見てられないわ、あんな二人。このままじゃ、きっと二人とも。そんなのやだよ。ねえ、どうにかなんないの？俺、見ちゃったんだ。夢の中で、生まれ変わる前の前が、命を落とすところを。ごめん、私のせいだ。アキラ、私がこんなことにならなければ。ちくしょくん、そんなところで何やってんの？先生、ずいぶん気持ちよさそうね。聞いたわよ、近藤さんたちから。あんたさ、黒岩くんと喧嘩したんだってね。やるわね。やっぱり男の子はそれぐらい元気がないと。だいたいね、近頃の男子は大人しすぎるのよ。ほら、昔からよく言うじゃない、喧嘩するほど仲がいいって。ね。けど僕のせいなんです。僕のせいで。みんな何言ってるの。もっと仲間を信じなさいよ。本当の友情はね、どんなことがあったって決して壊れたりはしないもんなんだよ。先生、黒岩くんだってさ、きっと君の気持ち分かってくれると思うよ。ほら、赤星昇、もっと元気出して。ありがとう、先生。やめてよ、お礼なんて。ほら、あ
の、私だって教師なんだしさ、たまにはそれらしいこともしないとね。他に手はないのか、プラスター。残念ながらそれしかありません。竜の封印が解かれる前にミイラ男を阻止すること、それが唯一昇る一人で戦える方法です。おそらく新月である今夜午前0時ちょうどに竜の封印は解かれるはずです。それを阻止するためにはタイムリミットまでにミイラを倒し、勾玉を取り戻すしかありません。もし失敗したら、間違いなく竜は蘇ります。そして蘇った竜を倒すことは6人全員の力をもってしても非常に困難なこととなるでしょう。かつての戦いで戦士の一人がその命を落としたように。命を落とした？どうしてアキラを巻き込んだ？お前のせいでアキラが！アキラが？それでタケシは、昇る、本当に一人だけで行くつもりですか？ああ、やってみせる。必ず。昇る、必ず戻ってきてください。私は一人の友としてあなたの無事を祈っています。ありがとう、クラスター。昇る？どうしたのよ、こんな時間に。どこ出かけるの？昇る！昇る、一体何があったの？話して、母さん。僕行かなくちゃ。昇る、どうした二人とも？あなた、ね、お願いよ、昇るのことを止めてちょうだい。思い詰めた顔しちゃって。昇る、一体どうしたって言うんだ？ごめん父さん、でも僕行かなくちゃ。行く？一体何のために？みんなのためにも僕のためにも行かせてください。よし、わかった、行ってこい。父さん。いいんですか、わけも聞かずに。ああ、男には時として全てをかけてまでやらなくちゃならないことがあるんだ。昇ももう男だ。あいつの言葉を信じてやろう。だから、みんな、行くぞ。Thank you.
ちゃん任せろ。みんなマガタマも急げ。それより、マガタマを。バカ野郎、お前一人にいい格好させてたまるか。たけし、たけし、そして僕たちの時を超えた戦いは終わり、そしていつもの朝が訪れた。絶対来ると思った。当たり前だろ。ねえのぼるくん、前世の私たちってどんな関係だったのかな。え？兄弟？それとも恋人同士？それは
仲間だよ、きっと。今この時みたいに大切な仲間さ。仲間か。なんだ、つまんないの。え、ドンカン。おい、何やってんだよ、遅刻するぞ。急げ。早く早く。ホンナ、果たして本当に僕たちは3000年前の生まれ変わりだったのか。確かなことはわからない。回しですか、亀田先生がこんな格好するなんて。まあいいじゃないですか、ちょっとした心境の変化ですよ。世の中には不思議なことがあるんです。だけど、もし本当に輪廻というものがあるのなら、僕たちは何度生まれ変わってもきっとまた再び出会えることだろう。最高の仲間として。初めてドラマやったから緊張とかしてましたけど、まあ、楽しくできてよかったです。本当にありがとうございました。すごくお世話になりました。一番最初は緊張したんですけど、みんなすごく元気でよかったです。ありがとうございました。楽しかったです。カキクラブは私にとってもう一つの学校だったから、すごい楽しかったです。お疲れ様です。はい、頑張ったな。まあ、いろいろありましたけど、みんなで楽しくできましたから、ありがとうございました。